粗品です。せいやです。え、本日はせいやさん。ワンピースの絶対に一瞬で泣いてしまうシーン。いいね。いや、気になる。気になる、うん。もうワンピース好きなってるもんね、どんどん。なってる。俺もあるしな。あ、粗品編もやろう、じゃあ。いや、その、いつか。え、言うほどのあれでもないに、この全然見てへん俺でさえ、そういうシーンがある、素晴らしい作品な。粗品さん、アラバスタまで見てるけど、アラバスタまでもめっちゃあるからね、そういえば確かに。そうやんな。全然ある。ちょっと聞かせてよ。まあ、そんな中で、だから粗品さんが知らないようなやつも出てきますけど、はい。もうやっぱ、ナルトとワンピースはもう何回見ても泣いてまう。なるほどね。何周もできる。いいね。もうここはね、もうほんで、ベタナも出ます。はい。もうこれだからベタなのはちょっと最初に行きますわ、まず。俺あんま知らんからもう大歓迎。オッケー。教えて。じゃあまず1個目。バン！エニエス・ロビン編。聞いたことあんねん、それ。の、どこのシーンもみんな好きなとこいっぱいあると思うんすよ、ウォーターセブン編って。結構長編やから。はいはいはい。まあ、ロビンが要は CP9 っていうね、うん、政府の機関に捕まってしまうんですけど。はい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 。まあそのロビン関係もまあ名刺めっちゃあるのよ、ロビンが行きたいとかね、うん、そのそれじゃない、いやそこもいいけどいやそれやと思ってた、唯一知ってる。いや俺そこはなあんまりやん。俺のツッコミみたいに言うやつやろ。えぎらいあれ知ってんねん俺。ロビンの方がだいぶさっきやけど、まあ、俺やろ。お前が中学ぐらいの時にえぎらいえぎらいって言ってるもんな、ダミ声で。濁点ついてますからね。あ、違う、そこじゃない。そこではないですね。めっちゃ気になる。まあまあもうこれそうやなという意見もあると思うんですけど、俺は、はい、もう海軍軍艦も最後の方ですわ。司法の塔を撃ち落とされて、ほう、もうほんまに最後ね、追い詰められるんですよ。もうほとんど麦わらの一味とフランキーが、うん、もうね、もう橋、うん、もう橋のとこで、うん、もう軍艦3隻ぐらい、うん、もうやばい、バスターコールっていう、もう島全部破壊するボタンが発令されるのよ、うん、で、全部の軍艦来てもやばいやばいやばい、そう、もう逃げるとこない。もう橋と、あとは大量の中将とかのレベルのもう海軍たちに囲まれてる。捕まった終わりでしょ。捕まった終わりで、ルフィがもう動かれへんのねんな。なんで終わりやから、ロブルッチっていう、え、終わりやから、そのもう窮地すぎてとか。いや、めっちゃ弱いやん、メンタル。そんなんならんの、あ、そうとか、そのやる気なくなるってことじゃん。もう体的に戦いすぎて、あ、動けねえみたいな。もう倒すねんけど、うん、全く動かないんだよ。ほんで、ルフィやばいみたいな。やばいやん。次の砲撃で、その最後のもう橋も崩れるみたいな時に、はい、どうすんねんどうすんねんってなったら、声聞こえんねん、下から。うん。みたいな。ほんなら、まあ、粗品さん見てないかわかんないですけど、まあ、メリーゴー、あれでしょ、あるよ。メリーゴーが、もう、メリーゴーも捨てたんですよ。もうええってお前。なんで捨てんだよお前。最初に聞いたウソップのリアクションでしょ。ええー。いや、もうウソップのリアクションや。あの首とか修理してたで、この。いや、そうそうそう。ええー。選手とかね、その、もうでももうガタ来てて、そうなん。で、メリーゴはもう、次の島までたどり着かんって言われたんよ。プロの。へぇー。ほんで、もうメリーゴは一回も走られへんと。はいはいはい。だから、まあそのメリーゴはもう置いていってたんですけど、うん、メリーゴが、配線場みたいなとこから、うん。言ったらまあゴミ置き場みたいなとこから、はい、嵐の中勝手に、海のこの波にさらわれて、うん。まあ言ったらメリーゴが一人でに、うん。こう、はいはいはい。勝手に海出てやってきた、そこまでやってきて、うん、迎えに来たよって。メリーゴーが、メリーゴーが言うおお、それはおかしな話やで。まあそうやねん。それはでも伝説なんですよ、その、クラウドターマンでしたっけ。クラバウターマン、あ、クラバウターマンっていう、この、おう、愛された船をすっごい愛してたら、はい、船に命が宿るって言われる。いい話や。そう、船乗りの伝説、クラバウターマンっていうね。おこのクラバウターマンが、このメリーゴーで、もうそこがね、で、みんな、下見たーみたいな。あ、
でウソップが飛び降りろみたいな、もうメリーゴのそのけなげなね、潰れながらもメリーゴが助けてくれた、助けて、俺たちにはもう一人仲間がいるじゃねえかみたいな、めちゃくちゃいいのよそこが。メリーに乗り込めーっていう、あそこは泣くね。へぇー、ちょっと虫良すぎへん。でも良すぎへんなぁ。いやだってありがたいですね。意味わからんぐらい、そんなあれなんか思ってた感じと。いやお前見てないから。いやそんなた、そんなんでもありやん。こんな言うたらなんでもありなってくんで。奇跡よ奇跡。絶対絶命で勝手にその無人の、だからナミがなんかめっちゃこいでくれてあとかの奇跡やと思ってて、で一回それこそ裏切られた今まで倒した仲間わからんで、それこそパールとかがなんでパール泳いできてくれて助けに来たぜって感動するけど、ガンガンガン飛び降りろ言わんねん。メリー号に乗り込む。いやいや微妙やな。いや微妙じゃない、これがもうメリーでどんだけ揉めてるかもうまあ知らんからや。で、この後メリーをまあ燃やすとこももちろん燃やすメリー燃やす、燃やします。助けてくれたのに。めちゃめちゃ燃やします。配線上置いとけや、もう一回助けてくれ。めちゃめちゃ燃やします。なんで、いや配線上置いとったら助けに来んねやろ。いやもう、あの海で崩れてまうのバーンって。そうなんや。もう進まれへんのなんで、もう楽にしてやれっつってアイスバーグが言うんですよ。アイスバーグ、ちょっと質問いいですか。はい。フランキーって、うん、その今出たやんか、そのフランキーも、はい、今フランキーっておんの。そういえばおるよ。あ、おんねや。おるおる、もう仲間仲間ですから。まだやってる、元気に壁登るお手本やってる。フランキーためがやさんちゃう。ためちゃんちゃう。はい。いやいやいや、フランキーためがやさんは一個も修理できんから。あ、そう。フレンドパークやろ。あー。え、なんか、音楽の人もいる。ブルックやっけ？ブロック。ブルック。もうおる。おるおるおる。あ、もうそこはもうかけることなくおる。いるね。ウソップも戻ってきた。ウソップ戻ってきましたよ。だいぶ前の話よ。サンジもなんか、一回、出てたけど、帰ってきた。出てたというかなんか。なんでそこだけ知ってんの？そんな、いや、なんで出入りだけ知ってんの？そこで管理してんの？いやいや、まあまあまあ、大丈夫です。帰ってきました。素晴らしい。ちょっとその3時の次いいですか。いいね。レイジと3時。レイジと3時。まあこの3時はまあもちろんね、粗品さんも知ってますけど、はい、このバラティエの、はい、やっぱか風邪くなよがもう最高の名シーン。セフ、いやいいね。もうあそこももちろん泣くのはもう前提で、はい、大前提として、もうレイジのね、レイジ、まあ3時兄弟おんのよ。そうなの。1時、2時、3時、4時。え、そうなんや。そう、レイジュゼロで。おもろ。そう。でも、そうやな。だから5人兄弟か。3時。そうなんですよ。3番目に生まれた。まあ全員、レイジュ以外は同じ日に生まれてるんですけど、4つ後なんですけど。おもろ。そう。その、まあ、お父さん結構、やばくて、イカれてて、うん、もう、まあもう子供をもう、戦闘、なんやろな、もう戦闘の機械にしようみたいな。やっぱ戦闘マシンとしか見てないんだよ。だから感情を持って生まれてきてない。3時以外は1時2時とか。あ、へえ、そうなの。そうで、レイジはまたちゃうんやけど、うん、ほんでこの大人なってまあまあこの説明省きますけど、はいはいはい、まあ3時はとにかく兄弟とうまくいってなくて、まあ嫌いやねんほんまに。だからそんなんやから、うん、3時だけは感情あんねん、なぜか。それの明かされるとこがめっちゃよくて、レイジュから、うん、レイジュが泣きながら話すんですけど、うん、お母さんはそれに反対して、お父さんの教育、戦闘マシーン、はい、夜中の子供、はい、いやいやっつって毒飲むの自分で、死のうとする、死のうというかね、この科学のなんか妊娠のいろいろやられんねんけど、それを覆すために毒飲む。あ、なるほどなるほど。で、なんかおかしくさせる、はい、で、それの毒の効果で3時だけ環境があると。でも弱いね、3時だけ。おうおう、めっちゃ強いの他は。おうおうおう。で、お母さんそのまま死んでまうんですよね。おうおうおう。でもこのおかんの優しさで生まれた、おかんの命を守ろうとする愛情だけで生まれたのが3時やから、もう3時は、うん、だから優しいのよあなたはっていう、はい、とこがねめっちゃいいんですよ。へえ。泣きそうやったもん今喋ってて。思い出し、サンジは、はい、もう全員
のキャラの中で多分一番優しい。優しいんや、サンジって。サンジはね、あの、なんか女好きとか女にしか優しいみたいなイメージあるでしょ、あるある。もう全員に優しい。そうなん、実は全員に優しい。四つ子で、で、母ちゃん的には4人ともこの、何、セントマシンじゃなくしようとして毒を飲んで、まあそういうことですね。ほんで、唯一サンジだけがそうなった。まあそうですね。ちょっと虫良すぎるか。ないですよ。そんなことあります？そんなこと。ワンピースの世界から出ていけ。何でもありやんけ。動画やねん。いや、4人やったらわかるけど、3人だけやから。いや、素晴らしいし。全く、そう。ええや。もうここもね。感動するね。感動。で、ラスト。はい。まあ、レイリーとルフィのシーン。レイリーや。シルバーズ・レイリーという、まあ、この師匠みたいな人がいるんですけど、うん、まあ、この人はロジャー海賊団のもう2番手やった男なんです、副船長。で、結構大人や、ルフィは。まあ、大人というか、まあ、もうほぼおじいちゃん。はいはいはい。うん、もうめちゃくちゃ強い。はいはい。伝説級の海賊なんですけど、まあ、このね、レイリー、まあ、いろんな名刺あるんですけど、やっぱりあのシャボンディ諸島で、うん、魚人島編の最初ですかね。え、うん、もう新しい旅立ち2年修行して、うん、再スタートが始まると。で、そこで、まあ、なんかワンピースってこの1部2部みたいな分かれてるんですよ。そこから2部みたいな新世界編です、言ったら。あ、聞くねえよ。そう、ほんなレイリーが頂点まで行ってこーい、ね、あれ清志師匠や。頂点まで行ってこーい、清志師匠や。そう、いや、ほんま、リーチ始まるやん。そこで、うん、レイリーありがとうみたいな、うん、海賊王に俺はなるぞっていうとこで、うん、衝撃やねんけど、これ当時ジャンプで読んでて、うん、回想シーンが流れんねんけど、ルフィの、レイリーの、レイリーの昔の思い出、はい、涙ながらに思い出してる遠い昔、うん、なんかデジャブやってんの、レイリー、うんうん、ほんならめっちゃ若いロジャーが、うん、10代ぐらいですかね、16とか分からんけど、うん、ルフィと全く同じ麦わら帽子かぶって、へ、海賊やろうぜってめっちゃゾロとルフィの流れに似てんねん。あ、もうかぶんねや、そこかぶってんねん。ええー、ここ衝撃でしたよね。あ、ロジャーの麦わら帽子なんやっていう、そもそもあのアイテム、そう、初めてロジャーに麦わら帽子のイメージないもんな。ないないない。へえ、そう、ごめんなさい、ロジャーの息子やがエースなんや。エースです。で、その義兄弟がルフィか。そうですね。あ、なるほど。あ、いやいやいや、このレイリーのなんか昔を懐かしんでるみたいな、めっちゃいいんですよね。そもそもルフィはロジャーのこと尊敬してるの、まずあいつみたいになるぜっていうこと。うん、まあ、あいつみたいになるぜっていうか、まあ先生やな。あ、そうなんや。うん、生きてる時に喋ったりしてた、ルフィとロジャーって。もう、いやいや、全然してないよ。だって、あ、してない。だってもう全然、ロジャー死んでからだいぶ経ってるからね。でもロジャーのその仲間がレイリーなんや。そうですね。うん、虫良すぎへんぞ。あれ、そう、何がロジャーが死んだの。虫言い換えちゃうねん、これ。なんでもありやん。ワンピースの虫のいい参戦とかちゃうねん。これどうかねってとこやろ。一言物申したんやろ、お前。違う違う、どこが虫ええねん。え、何にも虫良くないやん。あ、そう。いや、ロジャーが生きてて、なんか、とか出てきた虫いいよ。そうか、そうか。全く素晴らしい話。素晴らしい話。俺、ちょ、読むわ。もう、ええわ。何回読んじゃん。ほんまほんま。ほんまに読むわ、俺。嘘つけー。もう、いつか、じゃあもう、まあ、俺、読み出しても黙っとくから、霜降りチューブで、俺がなんか、好きな、エニエスロビー編参戦とかやり出したら、ちょっと察してくれよ。まあそうやな。せいやさんだって今止まってるでしょ、正直。溜めてるんやろ。俺でももう読んでるな。読んでる。俺ちょっともう追いつくわ。相当読まなあかんで。いや、ナルトも言ってたからな、ずっと。ナルトも読みます。だから300巻ぐらい溜まってます今。明石売れ。お前がテレビのお化けやってる時俺暇やから。そん時、いやいや、そんな暇じゃないやん。そん時ライブもあるし、で、そのNSロビー参戦とか言っておーって俺喜んで、うん、NS ロビーのあのもう直前のフォクシー海賊団全く読んでないみたいなバレたら俺もうショックやで。この嘘ついてるから。いやいや、大丈夫、やめてよ。フォクシーも読むから全部読んでよ。読むよ。その順をって読んでよ。一巻から読むわ。またちょっと楽しみ。頼むわ、ワンピース語ろうぜ。語ろう、お前。話します。
皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。